安陽寺城、または安陽寺五房は、富山県小矢部市松ともにあった、日本の城及び商工寺旧柄の跡。城跡としては、史跡未指定だが、一行州の拠点、商工寺安陽寺五房跡として、小矢部市指定史跡となっている。富山城閣カードナンバー46。四角は一辺が、約200メートルの方形で、その周りを空堀と土塁で囲っていた。 四角から東側には、寺町と呼ばれる地があり、寺によって町割りが行われた、寺内町を内包した総構えを有していた。総構えには、横屋係が用いられていた。総構えの東端には、大門と呼ばれる地がありここは現在でも、周囲よりも一段高くなっている。また上域内には、本願寺の練習系寺院にのみ設けられた施設である。御邸という地名も伝わっている。 越中と加賀の国境越えの主要道として、田地下越があるが、安陽寺城へと通ずるために、安陽寺越えとも呼ばれた。この地が、いかに交通の要所であったかが伺われる事項であると、言えよう。前身は、越中土山五坊であり、高木城移転を経て、永生16年にこの地に移転した。前身を含む北陸の新州刑事院のほとんどは、山間部に建てられていたが、 安洋事情は、大型河川にほど近い平野部に建てられている。これには、山城から平城への変遷と同様の変化があったものと思われる。この時、治量は十数万国に及ぶとも言われており、追戦時と、並び越中一向一機の最重要拠点として、機能していた。しかし、天正9年4月に、越中貴船城城主、石黒主月名によって攻められて消防した。 天正十二年、笹成政が、腰中守山城城主人母縛りを介して、腰中古国府城の地の寄進を申し出る。この背景には来たるべき、前田敏家との戦に備えて、協力体制を築いておきたいという々方の思惑があったと思われる。実際、一行一気方の猛将として知られ、移転した昭光寺の資金に館を建てて居住していた、寺島聖徳。 小島国津が兄弟が、のと末森城の攻防戦など初戦で、大活躍していることから、この作は成功したと言えよう。昭光寺勢力はこれを受け入れて移転し、暗洋事情は放棄された。暗洋事情で、侍大将を務めた、沼田太郎江門高信を称える石碑が残っている。教法十八年十月十六日に建てられたもので、漢文体で書かれていた碑文は風化してしまって、 直接には読めないのだが、その写しが現在でも残っている。商光寺五代健康によって、上野沼田省より招かれて、安陽事情を守り、上杉謙信や石黒茂紬、笹成政等と戦いこれを知り添けたこと云々にや、恩賞として、都並郡美濃は村に領地をもらって、用水路を掘るなど開拓に尽力した様子等が書かれている。大半は、高知されているため、 全貌を把握することは困難である。主労働跡やカラボリン以降が残っており、王子を忍ぶことはできる。石碑、案内版が建てられている。昇降寺暗洋寺御某跡親部市公式 HP、ハット、と山城角カードが完成しました。隣市公式 HP、ハット、と山城角カード一覧隣市公式 HP、類線を直角に曲げる手法で、十字砲火を可能にする。 利点がある。練習とは、一族の中でも、保守の子と兄弟にのみ与えられる最上の価格の、ことである。本願寺における、御定は、身内の法事や儀式、内々の階段等に使用された施設であり、また、迎賓館としての役割も有していた。指定文化財3親部市公式 HP、ありがとうございます。